なんとですね、今日ですね、2023年6月17日なんですが、はい、しなこちゃんの1歳のお誕生日なんです。おめでとう。はい、なんとさらにさらに、はい、しなこちゃんと偶然同じ誕生日なんです。私も同じ誕生日です。はい、今日もね、めでたい日が続いてるということで、はい、お母さん、ちなっちゃんがやってきてくれた。
るんですけど、常に全力投球で優しいねお母さんとなっております。ではちなつちゃんには今からかっこいい姿を披露してもらいたいと思います。はい、じゃあ皆さんね、ちなつちゃんにご注目ください。ではちなつちゃん、いってらっしゃい。よいしょ。手振ってくれてますね。ありがとうございます。さあ今回はですね、はるか
マイル殿、あなたは2022年6月17日に伊勢シーパラダイスで生まれたアシカに、はるかという、たくさんの方に愛されるような素敵なお名前を付けてくださいました。ひなたくんのような人気アシカになれることと思います。よってここに感謝の意を表します。令和5年6月17日、株式会社伊勢夫婦岩パラダイス、伊勢夫婦岩ふれあい水族館館長、田村隆太、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝状です。はい、でもスマイルさんにはね、こちらの伊勢シーパラダイス館長から感謝状と、はい、またプラスでですね、じゃじゃん、じゃじゃんじゃじゃん、伊勢シーパラダイスオリジナルのエコバッグ、こちらちょっと見本となっているんですけど、はい、こちらですね、かわいい姿、はい、はい、今エコバッグを送らせていただきます。もう一つあります。じゃあ、こちら伊勢シーパラダイス特別年間パスポートのプレゼントです。はい、はい、じゃあこのね、3点を後で送らせていただきたいと思います。はるかちゃん、お名前が映らないですね。